ボンドチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。ボンド大阪、高橋です。ボンド大阪、浅井です。本日ご紹介するのはこちら。はい。E クラス、E63S AMG になります。そうですね。はい。まずですね、はい、まあ、この車、を作成したのは、はい、まあ、大体2年ぐらい前なんですけれども、はいはいはい、まあ、今回ちょっと縁があって、はい、まあ、主題の方、ボンドチャンネルの方に取材させていただくことになりました。はい、はい、でまず外装なんですけれども、はい、まあ、これは、まあ、セレナイトグレーという純正色になります。純正色ですよね。はいはい、はい、でそれに合わせて、まあ、こういうグリル類ですね。まあ、元々シルバーなんですけれども、ね、はいはいはい、こちらペイントの方で、はい、マットチャコールメタリック、マットチャコールメタリック、あーなるほどね、はいはいはい、という色にペイントの方させていただいてます。あ、なるほどね。まあ、でもボディ色と合ってて結構かっこいいですね。そうです ね、あえてここは黒にするんじゃなくて、はい、ちょっと、マット系の色を持ってくることによってボディとのバランスを取っているような感じですね。なるほど。そして、はい、フロント周りですね、はい、このバンパーとかボンネットだとかヘッドライト、こちらの方は、はい、まあ、弊社でも大人気のプロテクションフィルム、要は透明の、貼ってるんですか。そうですね、透明のフィルム施工を施工してます。はいはいはい、まあ、透明なんでね、画像では、映像では見れないと思うんですけれども、はい、まあ、2年経ってるんですけれども、そうですね、まあ、全然劣化とかも全然ないですし、そうですね、綺麗な状態ですね。綺麗に貼れてるかなと。で、まあ、こちらの純正のカーボンにもきっちり施工の方ですね、はい、あ、なるほど、そこにも貼ってるんですね。そうですね、施工してますね。ってことはもうフロントフルっていう感じですかね。そうですね、フロントフルで施工の方はさせていただいてます。あ、なるほどなるほど。はい、じゃあ浅井さん、ホイールは今回はどんなやつを入れたんですかね。はい、そうですね、今回は、はい、アナーキ、アナーキ、入れさせていただきました。はい、デザインは AN34、はい、3ピースのモデルになってます。はいはい、まあ、こちらピアスボルト、見えてると思うんですけれども、はい、あ、ハーフにしてるんですかね。そうですね、ハーフなんで、まあ、全部ピアスボルトがあるわけではなく、はい、まあ、飛ばし飛ばしでピアスボルトの方は、デザイン的に、表側にですね入れてるデザインになります。はいはい、ですみません、フィニッシュはリムが、そうですね、リムがグロスブロンズ、はい、グロスブロンズで、こちらが、サテンブロンズ、あ、なるほど、ね、という、まあ、ちょっとフィニッシュを変えて、あ、はいはいはい、まあ、ちょっと同じような色ではありますけど、まあ、ちょっと仕様がちょっと違うように。なるほど、まあ、見え方がだいぶ変わりますもんね。そうですね、で、まあ、奥にカーボンブレーキ、純正のカーボンブレーキもありますので、はいはいはい、まあ、それとのマッチングもすごく、色的にいいかなと。あ、なるほど。はい、であとはですね、はい、空気圧センサーと、はい、まあ、こっちの方に JWL も入ってますので、あ、もう車検もバッチリ、車検も、はい、対応という感じですね。はい、はい、じゃあ浅井さん、サイド周りは、そうですね、サイド周りは、まあ、はい、まあ、こちらもフロントグリルに合わせて、はい、マットチャコールメタリックに、なるほど、ペイントの方させていただいて、あ、ここもペイントなんですね。はい、ここモール、モールももともとメッキなんですけれども、はい、あ、そうなんですね。これも黒にペイントですね、させていただいてます。全然もう、そうですね、締まった感じに、綺麗で全然わからなかったですね。で、浅井さん、車高はいつものロアリング、はい、ではなく、まあ、はい、これ車高ですね、だいたい20ミリぐらい落ちてるんですけれども、はいはいはい、ロアリングキットではなく、あ、違うんですね、はい、ASC、はいはいはい、アクティブサスペンションコントロールユニットというですね、はいはい、モジュ、いわゆるロアリングモジュールを使って、あ、なるほどなるほど、車高の方はローダウンしております。はいはいはい、でこちらはですね、はい、スマートフォンでの操作が可能で、車高を落とすことが可能です。
かつ、はい、設定した速度以上でノーマルの車高に戻すようにプログラミングされてますので、はいはいはい、まあ、非常に使い勝手がいいと言いますか、まあ、内ベリとかも、そうですね、内ベリとかも防げますし、あ、なるほどね、乗り心地ですとか、はい、高速域での乗り心地、動力、運動性能も損なわないというそういう優れたモジュールになっております。めちゃくちゃ便利なやつですね。そうですね、便利なやつですね。はい、はいはい、でこれが車高調整の画面ですかね。画面になります、はいはい、で専用アプリか何かですかね。そう、アプリ、専用のアプリで、こちらの方調整できます。はいはいはい、これを、あ、もうそんな感じで やれるんですね。そうですね、まあ、20mm、はい、まあ、リアも 20mm、はい、で、まあ、このセーブセッティングを押すと、はいはいはい、まあ、モジュールとアクセスしますので、あ、ほんまや、下がってきた。このような感じで、はあ、すげえ。そうですね、車高が、そうですね、好きな時に調整できるっていうのがいいですね。そうですね、もう下がってきましたね、はい、そうですね、はい、これで、そうですね、これでだいぶ低い、純正の 20mm の車高下がりました。へー、すげー。で、かつですね、はい、こちらスピードリミット、あー、はいはいはい、はい、こちらの方で70キロ以上で純正の車高に戻りますよという機能がここに入ってますので、はいはいはい、これをすることによって先ほど言ったような、まあ、内べりの減少だとか、はいはい、乗り心地、運動性の確保という高速域での、まあ、そういうことも機能としてついている、モジュールになってます。へー、すごいですね、優れてますね、はい、もう今の時代何でもできちゃいますね、はい、はい、続いてリアなんですけど、はい、もうマフラーはアクラボですかね。そうですね、はい、アクラボピッチのマフラー、はい、テールはですね、カーボンテールになっております。はいはい、まあ、カーボンしかちょっと設定が E クラスはないのでカーボンテールですね。そして、まあ、この中の方にですね、はい、チタニウム製、フルチタニウム製のエキゾーストシステムがインストール、はい、されております。でこちら車検は、はい、E マーク入っておりますので、もちろん車検対応になってます。問題ないです、ね、はい、まあ、この状態でディーラー様にも何度か入庫させていただいてますが、全く、そうですね、全然問題ないと言われてますね。はい、まあ、安心して、そうですね、安心してお使いいただける、はい、もう本当に最高級マフラーと思っていただければと思います、はい、そうですね、あとはテールライトをちょっとスモーク、純正よりもあートーン落としてる感じですかね。トーン落としてる感じ。あ、なるほどなるほど。まだこの辺もですね、はい、フロントサイドに合わせて、はい、マットチャコールメタリック、こちらはラッピングですね。あ、ラッピング、あ、なるほど、これちょっとね、外すとこのメッキがもうグネグネになってしまいますので、はいはいはい、こちらはラッピングの方で上からさせていただいております。あ、なるほどね、はい、これはボンドでも非常に人気の 3D ツイーター。そうですね、 3D ハイエンドツイーターの方がこちらの方装着させ、されています。なるほどね、まあ、でもあるとないとで全然違いますよね。そうですね、雰囲気がすごく華やかな雰囲気になります。ですよね。あと、マルチカラーとマルチカラーアニメーションにももちろん対応しておりますので、あ、なるほど、ね、真ん中の、はい、純正のコマンドで調整が可能になっています。なるほど、はい、で下の吹き出し口ですね、はい、これも、これは純正の空ペ用のエアコン吹き出し口に、まあ、交換してます。すごいですね。そうですね、なので、まあ、これもちょっとですね、セダンとは一味違った仕様に変更させていただいてます。なるほどね、はい、というわけで高橋君、はい、本日の E63 です、はい、いかがでしたでしょうか。まあ、このグリルとかもそうなんですけれども、やっぱり主流はブラックアウトじゃないですか、うんうん、ただまあこだわって、まあ、ボディ色と合わせて、まあ、こういう仕様にしてたりとか、まあ、それに合わせてホイールもブロンズであったりとか、なんかこだわり抜かれた、まあ、ボディ色も含めてもうこだわり抜かれた1台だなと思いました。まあ、そうですね、このお客様は2年前にこの仕様にさせていただいて、はい、すごく気に入って、やっぱりね、まあ、ボディカラーもそうなんですけれども、はい、すごく渋く仕上がっていると思いますの で、 そうです、ね、まあ、こういうです、ね、メルセデスのいじり方もいいのではないかと思います。全然ありですね、はい、むしろめちゃくちゃかっこいいと思いますかっこいいですね、はいはい、ありがとうございます。あとやっぱ極めつけは、アクティブサスペンションコントロール、そうです、ね、ASC、はい、あれがやっぱ便利ですね。そうですね、はい、あれはすごい、まあ、これも、新商品の、はい、まあ、新商品になりますので、こちらの方は、はい、なので、まあ、対応車種とか限られてますので、その辺は各店までお問い合わせいただければ、ね、と思います。はい、はいはい、次はどんな車が出てくるか楽しみにしておいてください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。